翔太です。久しぶりですね。お久しぶりです。今日は今日はどこに来てるんですか。あれこれもしかして高松ですね。今日一体どこに行くんですか。香川といえば、はい、にが島。一体どこの島なんですかね。めぎ島っていう島。めぎ島っていうんですか。ちょっとあいにくの雨ということでね。そうだね、今日はこんな感じで。今日ね、アロハシャツまで着て、もう髪の毛バッチバチで着てたんですけど、もうハワイ行くぞみたいな、ね、もうね、雨のせいでね、もう髪の毛終わりました。ここが、女木島と小木島、フェリー乗り場。あれが女木島、鬼ヶ島です。あ、もう目の前なんですか。あれですね。おお、ついに来ましたね、旅ですよ。自分の中の鬼をね、はい、退治しに行きますか。ねえ、シロ君の髪、今日鬼みたいな。鬼みたいですか。角生えたら最強。来ましたよ。あー、着きましたね。かなり自由度があるというか。あー、そうですね。ねえ、このバスとめっちゃ頑張ってる。ほんまっすね。動いてるんですか。だと思うよ、これ中の内装的に。動いてるんですよね。空いてるしね。これはなかなかあまり乗りたいとは思わないですね。それとも、チャリも気になるよね。そう、自転車も気になるんですよ。あ、猫が、猫も。あ、猫。え？あ、ご登場ですかね。ね。で、これがあれですね。はい。現在地が。はい。そうだ。じゃあ、行きます。はい。行きましょう。でもやっぱりそんなに人はいないね。そうですね、全然ないですね。やばい、もう坂の電動アシスト。観光鬼ヶ島さんの関係。鬼、あ、女木島郵便局。はい、一応鬼ヶ島に来たんですが、そうですね、バスじゃなくて電動自転車という道を選んだんですが、この道をバスが通ってると思うとゾッとしますね。ね、でもこの道本当にこの先にあるのかどうかっていうちょっと感じですね。なんか西日本豪雨みたいな感じに。そう、あれなんですかね。さっきバス出てましたよね。うん、バスの道じゃないのかな、ここ。ちゃんとおっちゃんに言われた通りに通ったような感じなんだけど、そうなんですね、ちょっと謎な道に行きつつあると。この俵石にはお姫様の霊がこもっていると伝えられる。おー、すげーでかい。お姫様の霊が。お姫様っていうことはここになんか城があったと。鬼の姫みたいな。いや、なんかそういうわけではなさそう。ない。なんかもともとただの石だったんですけど。ほんまに。なんと道が通せんぼしてしまい、この先に進めないという。いや、もしかするとこっち側が通れないという意味で通せんぼしてるのかもしれない。そういうこと。あ、そういや地面が崩れて、そう、そういう逆パターンかもしれない、これは。っていうことは通れると。行きました。我々通れないところを通ってたらしくて、鬼ヶ島はなかなかまだまだですね。はい、行きます。これさっきのバリケードを越えたらこんな感じで鬼の石像がこの上に行けば鬼の住処に、洞窟に行けると。はい、早速行ってみようと。激しいな、この櫓のような感じ。かなり遠回りしてたどり着きました。駐車場
ですね。そうだね。あ、鬼が見えますね、鬼が。行きましょうか。行きましょう。階段ですね。いやー、これこれだよ。チャリで行きました。あ、チャリで。はい。中はね、18度涼しいよ。あ、そうですか。はい。じゃあ、あの、くれぐれも天井低いから気をつけて。あ、わかりました。行ってらっしゃい。はい。よろしくお願いします。洞窟のお土産なんぞどうですか。うわ、めっちゃ涼しい、これ。涼しい。ヒヤッとする。ヒヤッとする鬼がこんなところに。洞窟入るの初めて。涼しいな、もうこれ。まあ逆に冬とかあったかいんだよね、これがね。でもこれ鬼が作ったのかな、これなんか炭鉱とかあって。まあでも少なくともやっぱこの辺には海賊がいたと。あ、そう。うん。結構ね、あの昔漫画日本昔話に出てきそうな感じの、そのアニメチックな、ね、感じの鬼で。はい。あ、ここが鬼大将の部屋。鬼が待ってると、また来てくれよと。なんかどんどん時代が経つについて、なんか優しくなってるみたいな。ねえ。鬼の洞窟に入ったわけですが、もう出口ということで、出ます。というわけで、鬼ヶ島の中の洞窟、はい、行ってみましたけども、そうですね、やっぱり入った時が印象的っていうか、あ、すっげー洞窟みたいな。とにかく入り口が狭くて冷たくてゾッとしたんですけど、入ってからはなんか優しい感じでしたね。しかもこれ鬼ヶ島謎の洞窟と、はい、謎の洞窟ねえ、はい、また続きはそうですね、次回の次回、はい、どうぞお楽しみに。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。